これはデオルト の DWS780 という、この横刃の直径が300ミリ のスライドマルトです、まあ、このようにスライドします。でこのスライドマルノコ の、インサートですね、まあ、これです。これはプラスチックでできてまして、ここにかなり広い隙間が空いています。8ミリぐらいの隙間が今空いてますが、これよく調べるとここがこの穴が楕円になってますね。ですからこのネジを緩めてこちらへずらすことができます。こうですね。これまあ今ネジ1個だけしか締めてませんけども、こちらもこうするとこういうふうに隙間がなくなってきます。まあこういうふうにするとゼロクリアランスインサートということで、まあ、ノコ刃とこの、この間に隙間がないということで切断面がにバリが出ないで綺麗に切れるということで、まあ、こういうふうにすることもできますが、これはちょっとプラスチックだしこの幅を微調整せんといけないので、木でこのプラスチックのインサートの代わりのものを作った方が早いので木で作りました。それがこれですね。こういう感じですね。まあ、このプラスチックの板板と同じ大きさの木を作ってここへはめ込んでネジ止めした後この溝はこのノコ刃で切ってます、ですからこのノコ刃とこのインサートの間の隙間はほとんどゼロということになります、そうするとまあきれいに切れると、いうことになります。次にこのフェンスにこの合板 のフェンスを取り付けていきます。まあ、これは後でまあ詳しく説明しますけども、まあ、捨て板フェンスというか、まあ、これはの刃で切ってしまいますので、まあ、切られる運命にあるんですけども、この切った溝がノコ刃の幅を示してますので、この、まあ、フェンスがあるのとないのでは切る時のどこを切るかということの目印になるということで、でまあこれ今ちょっとクランプで固定しましたので、この元々のフェンスの穴の位置にマークをしてます。でここへ穴を開けてこの合板をこのオリジナルのフェンスに取り付けます。まあ、ここに鉛筆でマークがつきましたのでここへ穴を開けます。このオリジナルのフェンスにこの合板ですね、これ12ミリアースの合板を、4箇所でビス止めしてフェンスを作りました。もちろんこれが厚みがありますので、このストロークがストロークというかここの距離がこの分だけ短くなりますので、スライドして切る距離が幅が狭くなってしまいますけども、まあこれをこれから切ります。ノコでそうすると切り離しますとここに線が入りますけども、それがノコ刃の、通る道っていうことで、ワークを置いた時にですね、例えばこういうふうに置いた時にここを切りたいとしたとき、これだとわからないわけですね。ここに鉛筆で印をつけましたけど、ちょっともう少しよくわかるようにつけますけど、こういうふうに例えばつけたとして、
どこを切るかですね。こちらにつけてればこの下側で分かるんですけど、この上側の方でつけた場合は、どこに刃が通るか分からないわけですね。そのためにレーザーとかそういうのがあるわけですけども、そういうものがレーザーのついてないスライド丸の子でもこのやり方ですとどこに刃が通るかが分かるようになります。これ切っていきます。はい、これで切りましたので、これでどこに刃が通るか分かるようになったわけですね。こういうふうにフェンスが高くなりましたので、この吸い込み口が当たるようになりました。これはちょっとここ切り取ります。はい、このフェンスですね、できました。こういうふうにして、ここの囚人ポートの吸い込み口が当たらないようにここ切り取ってます。このデオルトのスライド丸の子はLED ライトがついてます。刃の上から LED ライトを照らしてこの刃の影をワークの上に投影します。これでどこが切れるかですね。刃の分だけ木がなくなってしまいますので、この場合はこの入れた線の左側を寸法を出したいんで、この刃の左側にこの線を合わせて切ると、そうすると切れるんですけど、先ほど作ったこのフェンスですね、このフェンスの残刃の通る幅がありますけど、ここへこれを合わせて切ってもいいわけですね。これでこの LED ライトを使わずにこのフェンスのこの目印で、切り溝のところに合わせて切ってみたいと思います。囚人機を入れます。このように墨線のところにぴったり切れました。それではゼロクリアランスインサートとフェンスができましたので、これからこのスライド丸のこの調整をしていきます。刃に対してフェンスが直角か、テーブルに対してこの刃が垂直かというようなことを調べて、ずれておれば修正していきます。その前に間違って電源が入ると危ないのでコンセントを抜きます。これ抜いておけばスイッチはもちろん入りません。まずこのノコバに対してこの、フェンスが直角かどうかですね。このスライド丸のこの場合はですね、こういうふうに0度、15度、22.5 度、31.6 度、35.3 度、45度というふうにここに切れ目が入ってまして、ここで15度でしたら15度でカチンと止まるわけですね。でこれ0度はここですね。こういうクリック点というか、この止まるところにロックして、それから先ほどのように刃を下げて、これでロックピンここにありますので下げて、それでフェンスに対して刃が直角になってるかどうか、隙間がない状態ですね。これはこのままでいいんですけども、もしこれを調整する場合はですね、このフェンス側を動かすんじゃなくて、ここに
2箇所ですね、こちらにも2箇所あのネジがありまして、これを緩めてこの、 あのメモリの板ですね、これがあのここにありますようにあの、左右に動かせるようになってますね。これを緩めて4本、4箇所緩めて、これをこのテーブルの0の位置をあの変えて調整します。まあ、今これやる必要ないのでやりませんけども、あのこのね、このスライド丸のこの場合はこのメモリ板のここにカチッと当たるあのクリック点ですね、これがの位置をずらすことによってフェンスの0度の位置をあの変えることができますね、微調整することができます。このだからここの板のところには左右に動かせるようにあの、ま、円の穴じゃなくてあの横長の穴が開いてます。まあこんな感じですね、こんな横長の穴が開いてますので、動かすことができるということですね。でこれをずらしてあの、フェンスの0度の位置を調整します。ここにあのメモリ0度の位置を示す矢印がありますけど、ちょっとずれてますね。これはあのこのメモリのこのあれをずらして0に一応ぴったり合わせます。まあこんなん見て角度を信じないんですけど、まあこの角度を一応0度の時は0度になるように、一応メモリ板を合わせました。矢印ですね、このメモリ板に対して矢印を合わせて0度の時0度となるよう表示するように、一応調整しました。次にあのテーブルに対してノコバが垂直になってるかどうかですね。これはあの少し下側に、ここ の, あの下の方にですね、あのこちら側にあの隙間が空いてます。これをまあちょっと調整します。あの刃の傾きを0度に合わせるためのナットがあのここにあります。これですね、これを少しあの回してみます。反対ですね。はい、これでぴったり合いましたね。完全にぴったり垂直になりました。まあ、後ろ側 の, あの傾けるロックを締め付けます。これであの刃があのこのフェンスに対して直角になっているということですね。これこの直角になっているということと垂直になっているというのが確認できました。次はあのフェンスが垂直になっているかどうかですね。これはまあスクエアを当てれば簡単に測れますけども、これなってますね。隙間が空いていないです。ぴったりになってますね。それからフェンスがですね、一直線になってるかどうかですね。まあ今あのフェンスがこうあの水あの一直線になってると、ですから何かこうワークをこう押していた時に当たらないですね。ここで段ができてないですね。それからあのこのテーブルがあの一直線状になってるかどうか、これも大丈夫ですね。 OK です。これであの垂直にあの垂直で直角に切ることができるようになってます。次はあの刃を傾けた時にあの角度がどうなるかということですね。それをあの45度に刃を傾けた時にこのテーブル層の場合はあのこのスライド丸の子の場合はあの左右に45度、刃を傾けることができますけども、その、45度の位置をあの、調整します。あのこういうあの定規がありまして、この角度は45度ですね。
ですからこのちょっとストレートのガイドをあれをして、これで角度を測ってみます。これはまだちょっと45度より少し高い角度になっているようですね。スライド丸の子をこう回し傾けていって向こう側のストッパーがない状態だと、左側に傾けた時は右側の端こちら側に0のストップ45度のストップがついてますね。それがこのボルトですね。このボルトにこれは金具が当たって止まってます。ですからこれを反時計方向に回して緩めるともう少し倒れていきますので、回してみます。回しました。これでどうなってるか角度を確認します。はい、これで45度になりました。この45度の目盛りも少しやっぱりずれてますね。これもちょっと目盛りは合わします。はい、これで0度に戻しましたが、0度の方も目盛りは合ってますね。今度は反対側ですね。今左45度が調整できましたので、今度は右45度を調整します。こちら側は刃の角度合ってますので、このままでいいと思います。はい、それでカチンとクリック点に押し付けて、ゼロに押し付けて後ろのロックを締め付けます。はい、これで基本的なスライド丸のこの調整は終わりです。これでこういう調整しておくとワークを直角に垂直に切ることができるようになります。最後までご覧になっていただきありがとうございました。